出ていけよ、おら。疫病神、あんたなんかいるから。お、なんかひどいことしてるな。やめて、ひどいことしないで、お願いだよ。お前、大丈夫？お前たちのせいでこっちは散々な目じゃ。ラッシュガル軍にやられたか。八つ当たりかよ、大人げないな。よそ者に関わるとろくなことにならん。すぐに出ていけ。村長さん、まるで人が変わっちゃったみたい。私たちは村の者からラッシュガル軍の動向を聞くとしよう。長くとどまるつもりはない。それを忘れるな。うん、分かってる。ありがとう、ミラ。さて、なんかもういきなり嫌われましたね、ハミルの方々に。宿屋機能がある。あれ、入れる。ちょっとお話ししない？大丈夫、僕はいじめたりしないよ。こんにちは。前にも一度会ったよね。臆病だね。テポ、名前なの？彼女はエリーゼって言うんだ。僕はエリーって呼ぶけどね。よろしくね。よろしく、二人とも。あの、大丈夫？ですか？うん、ちょっとびっくりしたけどね。僕はジュードって言うんだ。ジュードくん、さっきはありがとう。ありがとう。です。何があったの？よかったら聞かせてもらえないかな。外国の怖いおじさんたちがいっぱい来たんだけど、大きいおじさんがやっつけたんだよ。ああ、あの人。でもおじさんどこかに行っちゃった。そうそう、そしたら外国のおじさんたちが村のみんなをいじめたんだ。おっきいおじさんはエリーゼのお友達なの？ううん、エリーを閉じ込めた悪い人だよ。リベアに一緒に来たの。でねでね、外に出たらみんな石ぶつけてくるんだ。もうひどいよね。ジュードさん？あ、ごめんね。エリーゼとティポはここで他のお友達を待ってるの？お友達いないから。じゃあ僕が最初の友達だね。え？
エリーゼ、君のこと僕の友達に話していい？どうしてですか？君が村のみんなにいじめられてるのが嫌なんだ。友達と何とかできないか考えたいんだよ。うん、ジュード君は友達だから、ジュード君のことは信じちゃうよね、エリー。ありがとう、エリーゼ。じゃあちょっと待ってて。一緒に行く？イベントリスト更新。ミラたちと合流しましょう。あ、ミラ、アルビン。あれ、その子。ジュード、特に有益な情報はなかった。ここにもう用はない。すぐに戻つぞ。待って、この子のことで話があるんだ。村民がエリーゼを疎んでることは間違いなさそうだ。うん、村長の態度からもそれは伺えた。ジャオという男が戻らねば状況は変わるまい。でもエリーゼはその大きい人、ジャオも友達じゃないって。ジャオがいたら閉じ込められて、いなければ疎まれ迫害される。救われないな。一緒に行けないかな。連れ出してどうする。その先のことを考えているのか。私の目的は分かっているだろう。うん、あ、いいだろう。本当？ジュード、キジル海瀑で私が言ったことを覚えているか。え？君のなすべきことをそのままの君でやってみるといい。私はそう言ったと記憶している。うん、覚えてる。今さら撤回するつもりはない。これはあの時の答えを出すためと捉えていいか。うん、エリゼに話してやれ。うん、優しいんだな。途中足手まといになっても、仮に命を落としたとしても捨て置くだけ。私の使命に影響はなかろう。もともと一人で完遂するつもりだったのだ。さあどうな。おお、エリーゼがまだ戦えないけど同行メンバーには加わったね。何をしていたの？そういえばアルビン、ニアケリアの社を出た後どこへ行ってたの？大人の秘密。なんかごまかそうとしてるでしょ。ありゃ、わかる？何してたのか聞きたい？言いたくないなら別にいいよ。別にいいなら言わないけど。言いたくないの？聞きたくないの？聞かない方が良さそうだね。言わない方が良さそうだろ。そうだね、うさんくささが3割ましたね。あ、ナップラあった。
さあイラート感動から、イラート海底へ行きたいと思います。その前にミコイバル。いやそれにしてもあのミコ殿は傑作だったな。イバルか。少々短気なのが欠点だが腕は確かだぞ。ずっとミラのお世話をしてきたって。うん、社の掃除や使いなど熱心にな。私の衣装もイバルが考えしつらえたものだ。そうなの。へえ、ミコ殿いい趣味だ。だろう。動きやすくて私も気に入っている。はじめましてです。そういえばまだちゃんとエリーゼを紹介してなかったね。エリーゼルタスです。こりゃ5年後にはすっごい美人になるな。俺はアルビン、そん時までよろしくな。そんな、私あー、これってナンパだ。アルビン君はナンパマン。で、このぬいぐるみはなぜ喋っている。え、ティポは昔から喋ってたです。だよね。私がおかしいのか。当たり前でしょ。うん、ぬいぐるみに反乱されるとは不可思議なこともあるものだ。不可思議って。ミラが言うかな。まあ世の中不思議だらけだからね。ナップル届けに行こう。ほらナップルのお届けじゃ。あ、ナップルだ。ありがとうマックスウェル様。これ本当に美味しいんだよ。うん、美味しそうだな。ジュルルルジュルルル。うん、それはお前が食べるといい。でもこれはマックスウェル様にちょっぴり惜しいがいいのだ。ありがとうマックスウェル様。代わりにこれあげるよ。何くれんの。鼻汁。鼻汁くれた。鼻汁よこされた。汚いよ。バッチリよ。鼻汁よこされたよ。鼻汁だよ。結構長いよ。結構長いし、ちょっとプルンってするよ。はい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 。じゃあ、ちょっと、このぐらい、この辺りでちょっと1時間経っちゃったんで、収録一回止めましょう。はい、ではまた次回よろしくお願いいたします。ではありがとうございました。はい、では続けて最初絶対に噛むのな。タオの卵理論。何もない空間で卵が一人でに潰れた場合、その原因は卵の中にあるか。タオの卵理論、言われてみれば納得だけど、なかなかそうは考えられないよな。500年前、ハオ博士はこの理論を使って精霊術の構造を解き明かしたんだよ。ああ、昔の人間は理屈を知らないで術を使ってたらしいな。人間は実体化してない精霊を認識できないからね。でもハオ博士は僕たちのゲートが発したマナを術に変換している存在がいるはずだって考えたんだ。それが精霊。この仮説は実体化した精霊の発見によって実証されたんだ。卵の中身が分かったおかげで今や精霊術文化が花盛りと。うん、でも精霊にはまだ分からないことも多いよ。だろうな。マクスウェルが今は女の子なんてさすがの歯を博士も思わないって。せやな。どこに向かうんでしたっけ。イラート海岸行きます。ワープ便利。おっと、イベントが2、3あるそうだな。この海底の西にある湖にまた魔物が住み着いてしまったんです。それで傭兵さんに魔物退治をお願いしたんですけど、魔物に捕まっちゃったみたいで、湖に行って傭兵さんを救助していただけませんか。いいですよ。たびたびすみません。よろしくお願いします。あの自動送りにしないとね、スキットが非常に厄介なんだけど、自動送りにすると非常に早口なんだこの人たち。
師匠の命令でサイダー飯という料理を作らなければならないんだけど、手がかりがつかめなくて、よかったら協力してくれないか？あ、いいですよ。ありがたい。一度食べれば自分のものにできるはずなんだ。サイダー飯をくれと。そういうのか、君は。持ってないんだ、今。ちょっと作ってくるから。待ってなさい。クッキングにガルド使うと、武器にお金回せないっていう問題が発生してたな。サイダー飯。お、これがサイダー飯。なるほど、隠し味に味噌を使ってサイダーとご飯を調和させているんだな。ありがとう、おかげで料理人として成長できたよ。お太眉毛とガルド。はい。湖の方のなんちゃらって言うけど、海底の西にあるうんちゃらって、それ俺いける？それいけるやつ俺。いけるのかな。まあ、いや、ちょっと行ってみよう。ああ、いましたね、それっぽいの。戦うぞー。もう終わっちゃった。さっくりサクサク。助かって、危うく美味しく食べられるとこだった。じゃあもう一回、イラート海底に戻って、依頼達成したぜっていうのを伝えていきましょう。傭兵さんを助けてくれたんですね、ありがとうございました。お、ベルト付きダガー、アタッチメントすごいくれるんだな、サブイベントで。で、海底から船に乗りたいんだけど、乗れますか？イルファンに行く船はいつ出ますか？すみません、首都圏全域に封鎖令が出たおかげで全便欠航なんです。他の便は？しばらくはサマンガン海底行きしか出ませんね。サマンガン海底行きの船に乗りますか？サマンガン海底行きの船に乗らないといけない感じですか？乗船してお待ちください。なんや鳥。手紙？珍しいね、鳥でやり取りしてるんだ。ん？まあな、遠い異国の愛する人にさ、素敵な女性が目の前に現れたってな。へえ、奥さんいたんだ。優等生の発想だな。結婚してるように見える？え？違うの？さてな。あ、もう出るみたいだね。あ。わあ。海、初めてなの。うん。あの子、あの村で何してたんだ？監禁されていたのだろう？逆かも。かくまわれてたって可能性もあるんじゃないかな。エリゼ？ティポ、見て、海すごい。落ちたら死んじゃうとこだったよ。悪い子じゃないよ。そうみたいだな。引き取ってくれるいい人が見つかるかな。それは君が探すしかない。それが責任というものだろ。うん、やっぱり怒ってるのかな。いつもあんな調子じゃないか、ミラは。むしろ意外だな、俺としては。エリーゼのことはバッサリ拒否すると思った。
どうして？目的の邪魔になることにはもっと一方的かと思ってたよ。ミラはそんなに冷たくないよ。そうかな。そういや聞いたぜ、イルファンの研究所じゃ大変だったらしいな。ミラから聞いたの。あいつあそこから何か奪ったんだって？国の研究所じゃそりゃ軍も出動するって。なんだろう、僕も知らない。本当か？隠してもすぐわかるぞ。ほらミラには黙っててやるって。ごめん、本当に知らないんだ。なんだ、あいつはやっぱ俺たちを信用してないのかね。そんなことないよ。待ってて、僕が聞いてくるから。オタクでも知らないならいいや。いやマジで責めてるわけじゃないって。でも俺が聞き出そうとしてたらあいつが怒るかもしれないからだよ。だからさ、俺が聞いたってことも黙っててくれよ。うん、分かったよ。ミラ、エリーゼ。ああ、そろそろ到着のようだ。さてナシュガルの警戒がどれほどのものかな。ミラ君は友達、友達。なんか良くなったみたいだね。大丈夫、何も心配いらないよ。さあ新しいところに着いたけど港の形変わんねえな、あんまり。思ったほど厳重じゃないが。兵士は配備されてるね、注意しないと。妙だな、一時はアジュールにまで兵を出していたというのに。君らを追うよりも重要なことができたかな。好都合だ、気づかれぬうちにイルハンへ向かおう。ごめんねエリーゼ、大きな町に着くまでもう少し待ってね。そしたらきっと引き取ってくれるいい人がいると思うんだ。でも私、16？ それ何のこと？いきなり引き取ってくれる人がどうとかお嬢ちゃんに言ってもね、聞かされてない本人はそりゃ驚くよな。気遣いが足りないな。ただガキなんだよ。おっと、イベントリスト更新からのサマンガン改定につきました。なんだ、俺は賞金稼ぎだ。俺をどうだお前ら、俺と協力して一仕事しねえか。協力すれば俺がすごい手と呼ばれている理由を教えてやるぜ。今回の山は街道の街道の町人だから早いんだって読むのが。アーティリコするもんもないじゃないかでめ。かといっていちいち設定を変えるわけでもなく泊まっていこう。そういやここの宿って他と違って随分寝心地がいいベッドだったな。変なとこを覚えてるんだね。よーし泊まってこうぜ。そんなのんびりしてていいのかな。なんだ、泊まっていきたいのか。アラビンはそんなにお疲れか。不審な船員。気をつけろエリゼ、海底にお前に不自然な視線を送る船員がいるぞ。そうなんですか、気づきませんでした。ただのロリコンかもしれないが念のため話しかけてみるか。おう、
このサブって書いたらサブイベントに関わることなのか。秘密の依頼があるんだけど頼めるかしら。何でしょう。毒針を入手してほしいの。何に使うかは聞かないで。物騒。物騒だよ。どこにあるんだよ。でどこにあるんだよ。なんかモンスターが持ってる系かな。ああ。オタク、うちのお姫様が可愛いからってジロジロ見ないでくれる。いやすまない。その子が持っているぬいぐるみが気になって。僕に用なの。おお、やっぱりこいつも喋るのか。前にも喋るぬいぐるみを見たことあるんですか。ああ、そいつにそっくりなのをね。その子、ティポの家族かもしれません。どこで見たのだ。ちょっと前に来た行商人が売ってたんだ。ここの海底から西の町に向かったよ。こっから西の町というと唐橋あるか。ティポ以外にもティポがいるんでしょうか。可能性はあるだろうな。家族がいるなら会ってみたい。最近のおもちゃは本当によくできてるな。娘のお土産に一つ買っておけばよかったよ。ティポが何なのかはマジで知らないので、カラハシャールってところにもいずれ行かなきゃいけないんだろうな。そこにもびっくりがある。びっくりの宝庫だな。参ったな。運び屋に荷を一つ私忘れちまった。あんたたち西に行くついでに渡してくれないか的なことを言ったんじゃないかな。宛先はカラハシャールの宿屋だ。すまないけどよろしく頼むよ。カラハシャール大人気か。宿屋への荷を受け取った。そうなあ、ティポってなんで浮いてるんだ。いや、多分生まれつきの才能。便利。宿屋に泊まろうとかなんかアルビンがぶっこいてたんで宿屋に泊まろう。